ナンバーアイが実はディーパルズ、星ケイトと共演の過去があった。元 J 事務所に所属していた彼の驚くべき経歴が明らかに。こんにちは、スコープ芸能です。コーチェラ2024への出演、そして初の単独公演ナンバリングの開催や、サマーソニック2024への出演を控え、快進撃を続けているナンバーアイの3人。元日の鮮烈すぎるデビューからとんでもない勢いで作品を発表し、前へ前へと突き進んでいます。3月6日にリリースされたシングルゴートの配信版に収録された表題曲以外のカップリング5曲もとても完成度が高いことも評価されています。シングルの収録曲を3種類に分けると、アグレッシブなラップソングゴート、富士、ノリのいいポップナンバー Is It Me、 ミッドナイトシティ、しっとりとしたスロージャム、ブローユアカバー、レーンオアシャインと分けられるのではないでしょうか。いずれもヒップホップや R&B を軸にしていますが、その中でも振れ幅は広く、類型や定型からはみ出す冒険心を常に燃やしている6曲です。これらを自分たちのものにして歌いこなせてしまうのがナンバーアイというグループなのかもしれませんね。特にコーチェラ2024のステージ88 Rising Futures に出演した際にも披露したのが富士でした。神宮寺さんが歌い出す、まずはワンバースと力を込めていきなり叩きつける部分はかっこいいですね。君の想像の遥か遠くの上、乗り込みなスピリット、連れてく飛行機とリリックは続きますが、まさに想像の遥か遠くの上に連れて行かれるような感覚ではないでしょうか。息を吐き出すような発声で、ラップ用語で言うところのアドリブ、合いの手を打楽器的にリズミカルに打ちつけていくところも素晴らしいです。息継ぎゼロと驚く勢いで言葉を詰め込んでいく岸さんのパートも最高で、ラストの君が応援に来るマジすごいことの部分において、甲高い声で駆け上がっていくところなども魅力の一つではないでしょうか。素晴らしい楽曲を披露したナンバーアイが所属する滝沢秀明氏のエンターテインメント会社 2B が6月13日に新グループ D パルズのメンバー6人の姿を解禁し注目を集めています。 D パルズは 2B のトレイニー枠から誕生したグループとしては5人組グループウィンクファーストに続く2組目。5月17日に結成が発表された時点では6人組という情報以外のプロフィールが非公開で、アーティスト写真も帽子を深々とかぶっていて顔がわからないという覆面戦略が注目を集めていました。 D パルズは高野修さん、星ケイトさん、高田蓮さん、中澤蓮さん、近藤大会さん、横田大河さんのフレッシュな6人組で、6月に順次開催される東京有明アリーナの三宅健さん、北山博光さん、 IMP の単独公演に出演することも発表されています。 2B の公式サイトや X、旧 Twitter で解禁された D パルズのビジュアルはあどけなさを残したイケメン揃い。今回の覆面戦略は SNS で話題になりやすいため、滝沢氏の古巣である旧ジャニーズ事務所も似た方法を採用したことがありました。ヘイセイジャンプは2020年10月12日ハニービー、シンドバッド、ジョン・ダーリンという3組の覆面グループとして YouTube に PV を公開し、ネット上の注目を集めました。3組の頭文字を並べると HSJ であること、ハニービー名義の楽曲「狼青年」の PV で見せたダンスパフォーマンスから、早期の段階で正体は平成ではとなっていましたが、ネタバラシをする約1ヶ月後の同年11月11日より前の時点で「狼青年」の MV が YouTube で500万回再生を超えるなど大いに注目を集めたようです。 D パルズをスタートダッシュの勢いをつけるためにも、滝沢氏としては少しでも盛り上げたいという思いがあったのかもしれません。今回のビジュアル解禁に SNS では「全員ビジュアル天才すぎん」、中高生グルキタ、これからの活躍楽しみだねと歓迎する声が数多く寄せられていました。 D パルズのメンバーを簡単にご紹介すると、高野修さんの整った顔立ちはグループ内でも際立っており、センターを務める可能性があるほどです。
以前のライブイベントでのパフォーマンスが評価され、ファンから推される声が多く上がっていることから、彼のステージ上での魅力がうかがえます。高田蓮さんは、元研修生である彼はその実力も申し分なく、 SNS では今後の活躍に期待する声やビジュアルメンツを褒める声が後を絶ちません。高田蓮さんは多くのファンから支持を受けており、彼の今後の活躍が非常に楽しみです。中澤蓮さんはダンスが非常にうまく、公演でその才能を披露しています。2009年生まれの彼は若くして多くの可能性を秘めており、ファンからの期待も大きいです。近藤大海さんはその圧倒的な存在感で注目を集めており、大物になる可能性を秘めていると言われています。ビジュアル面でも高い評価を受けており、 SNS では彼のルックスを褒める声が多数見られます。横田大河さんは元研修生としての経験を生かし、ダンスやパフォーマンスでその才能を発揮しており、今後の活躍が期待されています。そのメンバーの中でも星ケイトさんは以前ジュニアアイドルとして活動しており、アイドルとしての経験が豊富です。この経験は彼のパフォーマンスに磨きをかけ、他のメンバーよりも一歩リードしていると言えるでしょう。またビジュアルはファンの間で高く評価されており、グループ内でも目立つ存在となっているようです。星さんは幼少期からモデル事務所に所属して芸能活動をしていました。過去にはフジテレビのバラエティ番組いただきハイジャンプにも出演していたそうです。芸能界での経験も長く、テレビ慣れしていて喋りもうまいといった噂もあります。 2B のコンサートでも注目されていた星さん、今回星さんが D パルズのメンバーと発表されて SNS では注目する声が上がっていました。 D パルズ2ヒーローズの時に気になってた星ケイトくんがいてにんまり、これからもライブのバックとかついてくれるのかな、楽しみ。星ケイトくん中学2年生末恐ろしい。星ケイトくんお前はビッグになるよと、すでに大物になると予感するファンも出ていました。 2B の新グループ D パルズにメンバー入りした星さんですが、 2B への入所以前は滝沢社長率いるジュニアに在籍していたことが知られています。実はジュニア時代には公の場に登場したことはないようで、3月に開催された2 Heroes 2B ファーストスーパーライブへの出演が初の舞台だったというので驚きです。そんな星さんは旧ジャニーズ事務所の21年組として2021年に在籍していました。また前後関係は不明ですが、エイジアプロモーションにも所属していた経歴があります。ジュニア時代が短かったとの情報があるため、すぐに旧ジャニーズ事務所を退所してエイジアプロモーションに移籍した可能性があります。小学2年生の頃からダンスを習っていたようなので、現在はダンスが上達していると見られます。ダンスもできて芸能界在籍歴も他のトレーニーより長い星さん、 D パルズではグループを引っ張る存在になってほしいですね。これからの D パルズの活躍に期待しましょう。今後の動向に注目です。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。